比較になんないでしょ。柴田ぐらいじゃ。柴田さんを知ってますか？あの人最近いろんな人と戦ってますが、武井さんはあの人から何らかの格闘技で挑まれたら勝てますか？いきなりは無理でも今から練習したら勝てたりする自信はありますか？だって。うん、まあそれはトレーニングすりゃね、あのスポーツ何でも成長する自信はあるんで、その自分に対する自信はあるけど、もう柴田さんがどれぐらい練習してどれぐらいの技術を身につけてくるかによるじゃないですか。だからね、絶対勝てるっていうのはスポーツでは 100% 僕が勝ちますよっていうのは失礼に当たるから、うん、まあ俺は自分の能力を彼よりも速いスピードで手に入れるっていう自信はあるので、それが足りるぐらいの時間があれば勝てるかもしれないし、はい、で能力が高まってたって一発ゴーンってもらっちゃったら負けちゃったりするのが格闘技だから、確定要素はないんじゃないですか。どんなに強くたって負ける可能性あるし、どんなに力が足りてなくても、俺も全力で打ったパンチが一発柴田さんにズコーンって入ったら、終わりにできる可能性もゼロじゃないと思ってるので、はい、どちらにもチャンスはあると思います、はい、ただそんな自信を 100% 持って臨むぐらいだったら格闘技はしないと思うので、はい、どちらにも勝つ可能性があると思います。松本人志や武井壮さんが体を鍛えているのにリングに上がらないのはなぜですか？柴田など YouTuber の方がエンタメ提供していると思います。だから何なの？あ、格闘技をやることがエンターテインメントだと思ってるの？すごい狭いじゃん、それじゃ。松本さんの方が全然エンターテインメントを提供してるでしょ、数百倍、数十年にわたって。比較になんないでしょ。YouTuber とか柴田ぐらいじゃ。正直。うん。と思うよ。うん。まあ、YouTuber の子たちね、若い子たちの支持を圧倒的に集めてくれば、若い子に対してのエンターテイナーとしては、ここ数年すごい活躍をしてると思うけど、別に格闘技なんかやんなくてよくない？格闘技で戦うのも、芸能界で芸で戦うのも同じだからね。体鍛えてるからって別に格闘技やるために鍛えてるわけじゃないからね。格闘技が強い人たちってなんかさ、わかんないけど、なんか格闘技好きな人ってさ、なんで戦わないんですかみたいなこと言うけど、別になんで格闘家と格闘技で戦わなきゃ格闘家より下とか思ってないからね。格闘技はさ、なんていうの？自分で体鍛えて、技術鍛えて、格闘技のルールで戦ってるから格闘技が強いだけでしょ？要は。サッカーに向けてフィジカル鍛えて、サッカー上手い人がサッカー上手いのと一緒じゃん。ね？で、おしゃべり磨いて、おしゃべりが上手くてテレビ出てる人も一緒じゃん。で、格闘技だけさ、なんかわかんないけど、なんか俺のが強いみたいなこと言う人いるけど、多分地球上のっていうか日本の全アスリートが全員格闘技始めたら今のチャンピオン全員変わると思うぜ。マジで。マジで。プロ野球とかサッカーとか陸上とかやってる全員が5年10年格闘技みっちり磨いてやったらマジで全員いなくなると思うぜ。うん。そんぐらいやっぱり層の厚さも違うし、やってる人数も違うし、うん、だから格闘技やってる人に俺リスペクトすごいあるけど、だってあのルールで戦ってる、しかもそういう肉体的な打撃を伴う恐怖感と戦ってる格闘技に確かに俺リスペクト感じるけど、俺やりたくないから、怪我したくないし怪我させたくないし、うん、だけど別にやってできないって思わないし、5年ぐらいやったらマジで倒せると思うし、全員とは言わないけど、自分が努力が勝った人に関しては全員倒せるようになると思うし、別に格闘技だけ特別なんて何も思ってないから、うん、サッカーだって野球だっておしゃべりだって何だって全部同じ作業だからさ、うん、ぶっちゃけ陸上だってそうよ。俺日本一とか取ったけど、日本中のアスリートとか全員陸上やり始めたら陸上のチャンピオン全員入れ替わると思うし、芸能界だってそうよ。今日本にいる全員が芸能界目指し始めたら
マジで芸能界も本当にひっくり返ると思うし、どの業界だってそうよ。それぞれの業界でそれぞれの作業とかそれぞれの能力をリスペクトしないんだったら、うん、マジでエンターテインメントは何の意味もないと思うよ。俺、格闘家の能力はその業界で、まあ、特化した能力があることだけだけど、でもやっぱりさ、相手の業界で相手が積んだことを評価しないんだったら、そんな弱い人いないでしょ。そんな、なんつったらいいんだろうね、身勝手な言い方ってないよね。って俺は感じてます。